ジョグジャカルタ、インドネシア語、コタヨグヤカルタ、ジョグジャ、ヨギャ、ジョグジャカルタは、インドネシアのジョグジャカルタ特別州の州都。ジョグジャカルタ市は、伝統的なジャワ美術の中心地で、バティック、ラーマヤナバレエ、ドラマ、音楽、詩、ワヤンクリなどの文化があることで有名。インドネシア独立戦争の時、1945年から1949年までの間に、 インドネシアの臨時首都だった。ジョグジャカルタは平和の街という意味で、ジョグジャはラーマーやな物語のラーマ王子の国、アヨーディアにあやかってつけたと言われる。ジョグジャカルタ市は面積は32.5平方キロメートル。クラドンを中心に発展したが、現代の中心地は北部のオランダ植民地時代建物が少し残るエリアを及び同時代の商業地区である。 マリオボロ通りは、露天商よびマーケット、モールがあり、観光客が来るエリアである。また、スディルマン通りも主要な商店街である。マリオボロ通りの南端の東側には、ブリングハージョという大きな市場がある。スルタンの宮殿は、ジョグジャカルタ市の中心部にある。クラトンの周囲は、スルタンの宮殿の敷地内であったところで、人口密度の高い居住地域である。 古い痕跡として1758年に作られた古い壁やタマンサリなどが残されている。これらは現在はスルタンによって使われないが、スルタンの家来の子孫が残留して居住していて、現在もスルタンに奉仕している。また、これらの地域の復元努力は2004年に始まり、観光の名所となっている。クラトンウォータープレイス14の地域に分かれている。 ゴンドクスマンジェキステガルレジョンブラージョコタゲデマーギャンゼン、ムガンプイロンラヌレジャンクラトンワイロブラジャンパクアラマン、マントリジェローエングダンテンガンゴンドマナナサジョクジャカルタは、銀座イ影劇で使われる操り人形、バティックの制作で知られている。また、スルタンの宮廷に展開したガムラン音楽でも知られている。インドネシア独立戦争の時に、臨時首都となった。 オランダからの独立戦争の間のジョクジャカルタの重要性のため多くの記念物と美術館がある。ヨギャ・ケンブリー及びフォート・バーデバーグの2つの有名な美術館を含め約11カ所の美術館がある。サトリア・マンダラ博物館は戦闘機や戦車、兵器などを展示しており街の東部にある。インドネシアがソビエト連邦寄りだった期間があったためアメリカよび 英国の航空機とともに、ミグ15トレーナー、ミグ17、ミグ19、ミグ21、およびつマイナス16などがある。また、インドネシアの独立戦争に活躍した日本製の練習機が2機屋外展示されている。アジスチプト国際空港があり、インドネシア各地と結ばれている。2019年には、ジョグジャカルタ国際空港が開港した。鉄道は、ジャカルタ、 バンドンとスラバヤ間のジャワを横切る2本の主要な鉄道路線のうちの1本が通っている。主要駅は、次ぐ駅、他に、レンプチョンに駅がある。市内を広く網羅する、公営バスや BRT のトランスジョグジャホかジャワ島の各都市やバリ島へのフェリーに連絡するバスなどある。また、タクシーのほかアンドン、ベイチャなどの乗り物、そして多くの市民は、 オートバイや自転車を使う。ありがとうございます。